はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。はい、今日はワンピース907話について感想トークを取れればと思います。それで行きましょう。お願いします。さあ皆さん、今週のワンピース読みましたでしょうか。もうちょっとやばい、よだれが垂れるくらいやばい状況なんですけれども、ワンピース好きな方一緒に盛り上がっていきましょう。はい、この動画ですね、ジャンプの最初は907話のねネタバレがねちょっとありますので、ぜひアニメ派コミック派の方々はお気をつけください。それでいきましょう。はい、でですね、僕一応ジャンププラスで読んでます。ね、立ち読みとかネットのあれで見てんだろうと言われちゃったんですけど、ジャンププラスです。携帯とかパソコンで月額払ってちゃんと見てます。僕はジャンプを愛してますんで、伝わってると嬉しいです。あんまりね、詳しいネタバレはしませんので、ぜひ皆さんのジャンプを見てから、907話を読んでから見てください、この動画。行きましょう、907話。もうただでさえさ、ここまでさ、もう、毎週やべえな、オンパレードだったのに、いやもう今週はなんかもう、意味がわかりません。マジで意味がわかん。もう、最高。最高。とにかく、情報がめちゃくちゃ多かったですよね、新しい情報が。まず最初のね、まずページの時点でいい。いや、この4校2人繋がっとったんかい。おいってなるじゃないですか、まず。え？何これ？しかももう海軍を気にせず、堂々と。で、ここで海軍もさ、今まで出た人たちがね、ちょろちょろ出ててよかった。まさかのやりすぎ順将も出てるって。この人ここで出てくんだっていう。で、からのね、桃うさぎチャトン。あ、ここで出ますかというね。いや、これもテンション上がったよな。いや、からの、これ何？ロックス。え？そこでその最初の二人が繋がってたってことなんでしょう。しかもそれがガープの英雄のゆえんと。40年前にロックスってもので繋がってたってこと？で、そこでのね、ガープがもうガープらしくないですか、ここ。本当にこのセリフめっちゃガープらしい。で、ニヤニヤしてんの。いや、わぁ、ガープらしい。ガープらしいなぁ。いや、ここももういろんな人出てて、うわぁ、すごい。もうなんかすごい。集結してんもんなぁ。で、からの、あいつが。あいつがやっぱり手を出しましたね、白星さんに。いや、変わっとらんの。こいつって感じでしたけど。で、ここで出てくるんすか。ルッチさん。でね、ちょっとルッチについて僕は思ったんですけど、その CP0 に入る、まあ、一つの理由というか、あくまで僕の見解なんですけど、ルッチってさ、CP0 にいた時って、なんでここにいるんだみたいな時に、その血ですかねみたいな。ここにいれば殺しが正当化されるみたいな理由で CP9 に前いるって言ってたじゃないですか。いや、CP0 もだよね。いや、天竜人がやれって言ったら殺せるみたいな考えなのかなとかちょっと勝手に思いました。ルッチのこのキャラを思うと、なんかそんな描写もあるね。殺せって言われて、はいって、そのニヤッとしてんの。うわ、なんか、あ、ルッチってそういうことで CP0 にいるのかなみたいな。まあ、もちろん他にも理由は多分たくさんあると思うんですけど、内心なんかそんな感じがしたよね、今回で。でねー、俺もうビビが最高。マジでネプチューンに向かったこのセリフ最高。おお、ちょっと待って、まさかと思って見たんですけど、51巻の一番最後、あいつがバーン殴られるじゃないですか。で、今回もこうなるじゃないですか。同じっす、セリフが。すげえ。いや、小田さんマジすげえ。ジャンプコミック両方派の人ぜひ見てください、51巻ね。いや、テンション上がるねー。いや、こういうもう最高で、意外だったね、この人物。なんか革命軍とかが来んのかなとか思ったけど、ミョズガルド星、え、そこ繋がるのっていう。で、それとなんでこの人名字がドン・キーホーテ。まあ、ありえるんだけど全然。で、どういうことなんだろう。なんか初めてじゃない、なんかそういう感じで繋がったの。で、ドフラミンゴの都親族なの。まあ、かつての20の王たちが言ってるから、まあ、全然ありえるんだろうけど、でもその辺ってどうなんですかね。これもう一個だ、すげえ情報ここでボーン来たなっていう。で、そんな中もちろん、なんで、なんかこれ最後どうなって、なんで、なぜここにってもうさ、ジャンプの煽りでも書いてあるけど、なぜここに、いや、なぜここに、そもそもなぜそこに行けんのかってもあるし、いや、なんでそこに通せられてんのっていうことじゃない、この人。いや、前回の最後のページもやばかったし、今週の最後のページも、もうやばすぎる。パニックですよ。言うたら、毎は最後のページパニックになった、頂上戦争編をちょっと思い出すぐらい。いろんな人が、わーわーわーってなっちゃうじゃないですか。もうその時ぐらいの衝撃が、え？
もうちょっと、しかもごめんなさいね、多分興奮しすぎて多分ね何にも頭回ってないんですよ。もうアドレナリンが出すぎて、これどうすか。そのある海賊がルフィなのか四皇たちなのか、さっき言ったロックスとか、ロックスが何か分かんないですけど、もう分かんねえものに分かんねえものがたくさん来た。大変だこれは。ちょっともうパンパンもう頭パーになってます。パーになってんだけど、もう最高、もう毎週最高、もう最高本当に。いや今週はちょっともう何回も読んでも、もう多分もうこれ撮る前に5回ぐらい読んでるんですけど、もうそれでもわからん。もう今週だけ読んでも多分わかんないことなんだろうね。一回いろいろちょっと読み返して、本当いろんな人出てて熱かったな。もうでですね、今週パンダマン僕見つけました。気づいた方いらっしゃいますか。パンダマンはどこに行ったでしょう。正解はドカーンってあの天竜人が殴られた後のページです。そこの左上のコマにね思いっきりこうやってピースしてんのいやいや、どの状況でそんなピースしてカメラ目線いやいや、小田さん遊び心あるな。はい、そんでね、あの最後のこのジャンプ来週こんな感じですっていうのページあるじゃないですか、一番最後の方に。来週スピンオフ2つ出ますね、これね。いや、この間のチンピースに引き続き、ワンピースコビーニのコビ山ウリ二つの大秘宝いやいや、どんな話なのこれ。めっちゃコビーだけどこの人。あと恋するワンピース、新しいそのスピンオフがまた始まるみたいですね。え、これもワンピースでいいんだよねこれ。やば、何それで最後の巻末のね、小田さんがおっしゃってました、こちら。レディープレイヤー1面白かった、スピルバーグはいつでもワクワクをくれると。レディープレイヤー1めっちゃ面白かったですよね。見た方いらっしゃいますか。あれめっちゃ面白かった。僕たまたまこれ見てて、いやこれは面白かった。なんかそれを小田さんと一緒の見てたっていうのテンション上がりますね。はい、そんな感じでございました。ぜひぜひ皆さんコメント欄でワンピース盛り上がっていきましょう。はい、そんな感じで今週の感想トークでございました。いやちょっとこれはもうちょっと来週もやばいでしょこれ。はい、今日も見てくれてありがとう。ぜひぜひいいねと思っていただけたらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。明日も楽しもう。またねー。やばいよ、ワンピース。